皆さん、はじめまして「ジャパン・のネサンス」にようこそ本チャンネルは日本文化最高を目的とした放送番組です。童貞は一刻も早く捨てよ。仙台幸志郎がある人に「あなたはいつ童貞を失いましたか?」と聞かれたところ「いやどうも私なんぞは人様に比べて誠に奥手でどうもお恥ずかしくて」となかなか答えません。 遅くてもいいかからいつ頃ですかと聞いても「いやあんまり遅いから」と答えをしぶりとうとう問い詰められて頭をかきながら恥ずかしそうに「いや実は十三の年です」と答えられたそうです。まことにやっぱりなものですが実際その頃の歌舞伎役者は年上の女性に可愛がられてもっと早く童貞を失うことが多かったらしい。 いくら頑張ってもこれには叶いません。川端康成氏の小説に童貞を重荷に感じる少年が月に向かって僕の童貞をあげようと叫ぶ美しい場面があるが、こんな厄介なそして持ちおもりのする荷物は一刻も早く捨てるに越したことはないのです。時々ティーンエイジャー雑誌の身の上相談欄に童貞を奪われてなどと題して、 相手の女を魔女呼ばれしているような輩もあるが、とんでもない間違った話で、そういう女は実は菩薩なのです。その点、フランスなどはさすがに開けたもので、青い麦などという童貞泥棒を描いた美しい絵がありました。しかし童貞を失う機会は、昔のように大学生は必ずおじょへ行った時代ならともかく、 赤線も廃止になった。今では各人均等というわけにはいきません。これからますます男性にとっても、美醜というより魅力の多少が人生航路に大いに影響してくるでしょう。これこそは天の与える機会というもので、自分から童貞を売り物にして、あなたに童貞を捧げますなどと言って、歩くのは真っ赤なエセモノに決まっている。 昔ある旧宮家の殿下があるお姫様と婚約をすでに整い友人大勢とそのお姫様とパーティーの席上で「僕は童貞です」と公然声明を発し「殿下の日常を知っている学友たちはおへそが茶を沸かすのを我慢するのに苦労した」というお話を聞きました。殿下は真っっ赤な童貞であったわけだししかしこの話自体が もう古いので、今はいくらお姫様でも自分の夫たるべき男が童貞であることを必須条件とするとは思えません今や男の童貞などというものは女の処女はまだ通貨として通用するがまるっきり値打ちのない古い貨幣になってしまったニーチェも「ツラトスラ」の中でこう言っている「純潔の敵者には純潔を捨てしめよ」 無理に純血を応じさせることによってその純血が地獄への道に霊魂のデードと陰欲との道に貸してしまうよりはその方がいい。これは全くの真理で童貞でいる間の男など不潔なものでして頭はわいな妄想でいっぱいになっていて透明な精神などもてっこないしかし童貞の起源はまことに様々だ。 29歳の時に結婚することになった学友から「実は恥を打ち明けるのだが僕はまだ女を知らないのでどうしたらいいものかと教えてくれ」と頼まれて随分物持ちのいい男だと驚いたことがある。かくいう私も魅力が足りなかったせいか童貞を失ったのがすこぶる遅くこれが人生の一大痛恨事になっている。自ら帰り見てそれは持って得をしたということは 一つもなかっったと思っています。そもそも男の人生にとって大きな悲劇は女性というものを誤解することにある童貞を早く捨てれば捨てるほど女性というものに関する誤解からそれだけ早く目覚めることができる男にとってはこれが人生観の確率の第一歩であってこれをなるだるにして作られた人生観は後年まで大きな歪みを残すのであります。さて、赤線も廃になった今では、 童貞を破る相手というものに不自由するわけですが処女だけは断じて避けた方がいい童貞と処女という取り合わせほどつまらない相互にとって強ざめするものはなくお互いに得なことは一つもありませんしかし世の中にはよくしたもので処女でない豊島の女性の中には特に童貞を鎮長する童貞部位という種類の女族がいるこういう女族は今こそ奮起して 菩薩道実践のために訂身すべきであって一人で100人や200人の童貞を一身に引き受ける覚悟でいてもらいたいただこういう女性に警告すべきは男性の性欲というものは女性のうのぼれを満足させるためにあるのではなく彼自身の自尊心を満足させるためのものであるということをくれぐれも忘れないでもらいたい私はかかる女子訂身隊に訓示を与えて 童貞の少年の自尊心というものは少女のそれよりもさらに傷つきやすくできているということを周知徹底させなければならん。童貞の少年に対する時はあくまで相手の男性としての自尊心をいたわりつつ懸命親切熟練冷静沈着にことにあたるべきであって決して侮辱的決して侮辱的現実を浪してはならぬ。 去年の一言半句が一人の男の人生の女性観人生観を決定することを考えて私の心を心として馬ス道を実践せねばなりません。さて次に童貞処刑に申し上げるが世間には偽物童貞食いもたくさんいることを警戒せねばならん。こういう女性こそ魔女であって彼女たちは決して諸君の童貞を破ろうとせずその一歩手前で諸君を誘惑してすれスルのところで傷し 諸君を傷つけ神経衰弱に陥れ自分は自分で十分残酷なる種類を楽しんで方々は終分から身を守るという手合いです。これが案外多いので身を任せようそうで任せない女に溺れそうになったら童貞諸君はすべからく唾を引っ掛けて逃げ出すべきであるこういう女は童貞に対する精神的サディズムを快楽とするお化けですが都会にはたくさんいます。 現に私はこういう女に引っかかって完全にノイローゼに陥り自殺した若者の一例を知っています。ティーニーエイジャーの暴力的性欲がいろいろ問題視されているが私はこれは性の学校の良き性の女教師が不足しているところから来るのだと思う。フランスでは中年女性という立派な性的教師が至るところで教鞭を振るっているが社会的にいい結果を生んでいる。日本も、 そこまでで行くべきです。日本だって「源氏物語」の時代にはちゃんとそういう風にできていて文明は今より進歩しておりました優雅という言葉は本質的には性的熟練という意味だと考えてよいのであります私の見るところでは童貞食いの中にはナルシシズムと劣等感との混ざり合った女が多いようである年齢から来る劣等感もありましょう相手が童貞なら彼女を他の女と比べて 原探しはできぬわけで、たちまちにして彼女は彼にとって全女性を代表し、女神になり、ヴィーナスになることができるわけです。しかしながら、なかなかそうはトンヤはおろさぬ。童貞を失った時から、そこにいるのは一人の男になります。僕はよほどセンチメンタルな少年でない限り、自分の前に無限の自由を、広い海を、数知れレの港を、 突然要件し,ますしかし後年年老いて少年はいつまでも感謝を持って最初の女性を思い起こすでしょうそれではまた次回をお楽しみにさようならチャンネル登録よろしくお願いします。